皆さんこんにちは、ビキンチャンネルの奈良木です。上松です。もうすぐ夏休みですね。夏休みといえば自由研究。はい、ということで皆さん夏休みの自由研究ってどんなことしました？どんなことした？私は最終日まで何もやってなかったのでちょっとあんまり記憶にないですねでも私もあんまり覚えてない。ビキン何やった？なるほど、一番ちゃんとやってる、みんなはね、私たちみたいにならないように。はい、今回はその自由研究のネタに使えそうなものを、我々植物防疫所といえば虫、昆虫のイメージありますよね。そうですね、害虫担当っていう部署もあるので、そのぐらいメインの業務として昆虫を扱ってます。はいそこでですね、今回腸の標本の作り方を皆さんにご紹介したいと思います。で、今ここにいろいろ並べているんですが、これが一般的に我々が仕事の時に使う腸の標本作る時の道具ですね。実際どんな風に使うかというと、こんな感じで超天使板の上に広げて、天使テープで押さえて標本を作っていくことになります。で、今回はこの天使板と天使テープ、これ普通のご家庭にはないかと思いますので、これを段ボールとクッキングシートを使って作っていきたいと思います。よし、頑張って作るぞー。おー、はい、できた。交代して切りますか。はい、カッター使うときには気をつけてください。昆虫標本防疫所入るまで作ったことなかったけどね本当だよ、ましてや虫嫌いだからな。あー、そうそう結構ね、虫苦手な人いるんだよね、職員に。本当にそう、虫がテントウムシだった。PQ は特別、ウイルスとか病菌の専門の人もいるからね。うん、でもね、虫嫌いでも標本は作れるので、検査もできるし、むしろ嫌いな人の方が見つけるの得意かもしれないね確かにちなみに天使板が必要な昆虫は蝶だけじゃなくって、あと何があるかな。トンボ、ガ、そんぐらい。ハエ。ハエも使う？教えてもらったよ。でも確かに羽広げるよね、あれも。そう。あ、じゃあ、めっちゃちっちゃいやつはハエ用か。ハエ用。なるほど、切れました。イエーイ。これをこれをボンドで貼り付けていきます。はい、これで乾かしたら完成です。はい、これが天使板で、もう一個天使テープも手作りしようと思います。はい、天使テープはクッキングシート、すいません、こんな短くてクッキングシートを代用します。蝶の標本っていうとね、綺麗な蝶々を思い浮かべるけど、我々が検査で見るのはガですね。ほとんどガだね。幼虫が多いね。大体は幼虫、あと卵。あー、確かに卵も見つかるね。ちょっとなんか穀類の検査だと飛んでることもあるらしいけど、はい、ということで完成しました。イエーイ。こっちが本物の天使テープで、これ我々が作ったやつね。これが
段ボール天使板と実際の天使板ですね。詳しい作り方の方は概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。で、次回は実際この今回作ったクッキングシートの天使テープと段ボールの天使板を使って標本を作っていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。